マリオ検定初級。さあ、初級です。一番簡単なステージ。初級。待って。これ1の1っぽいね。マリオのさ、マリオシリーズの1の1っぽい。これはもう一発もダメージを受けずにクリアしていきたい。落ちんのもちょっとね、寒いから。ああ、危ない、避けていく。邪魔。この絶妙なこのブロック配置。上から行けばいいのか。あ、簡単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 。オッケー。ゴール。やっぱ初級は簡単だね。1級まであるみたいなんで、全部クリアしていきましょう。マリオ検定9級。初級の後は9級か。10級の代わりに初級みたいなもんなのかな？ 9 級、これは何か出てくる？あ、ツタンが出てきましたね。ツタン乗っていくのかな？マリオ検定っていうくらいだから、何かギミックがあるのかなと思いきやパウが来ましたね。パウで倒して、食らっちゃった。いや、1ダメージも食らわずに簡単にクリアしていこうかなと思ったんですけど、ちょっと自分のミスで食らっちゃいました。よいしょ。P スイッチ踏んでいくか。だよね。これ降りて、で、オン、オフスイッチしっかり使っていこう。あバカ。もう何も考えずに押してた。めっちゃびっくりした、今。さりげなくめっちゃびっくりした。俺もう救急で死んじゃったよ。いや、今ちょっとびっくりしたわ。なんであんなことしちゃったんだろう。パウ使っていきましょう。パウ使って、はっ、またやっちゃった。ま、ここはま、食らってもいいや。ああ。バネ。バネ返して。救急なんでサクサククリアしていきたい。あれ？あ、オッケー、P スイッチ。あー、なくなっちゃった。もう一回出てきた。お願い。ありがとう。P スイッチ踏んで。で、オンオフスイッチ。3回目かな？ 3 回目気をつけないと。また、こぼしちゃうから。うわ、うわ、オッケー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 。敵も出てくるのね。で、鍵今確保したので。もうそろゴールじゃね？ゴール臭くない？あ、でもこれジャンプで上行けないね。あれ？上行けない。もしかしたら隠しブロックとかある？ここら辺に？ないね。え、なにこれ？触るのかな？いけないね。え、これ、どうすればいいの？音符の中になんか入ってるとか？音符触れねえや。頭が当たっちま、あれ？なんだろうね、これね。あー、やっぱ隠しブロックあったんだ、そこに。で、音符で行くと。ふざけんなよ、最後の最後に。もう、なんだよ、これ。いいよ、普通にゴールさせてくれよ。わかってるよ、もうなんか。もうここまで来たら死ぬことないじゃん。ゴールだよ、これ。はい。救急クリア。サクサクやっていきましょう。あと8級あるんでね。はい、マリオ検定8級。苦戦してるわけじゃないけどさ、サクサクプレイしていきたいですよね。で、今回水のステージか。みんな水のステージあんま好きじゃないイメージあると思うんですけど、俺結構好きなんだよね、水のステージ。あ、イカはちょっと危ないな。あ、オッケーオッケーオッケー、危ない危ない危ない。この、でっかいマリオを大事にしていきたい。オッケー、イカがちょっと怖いな。俺スプラトゥーンやってるけど、やっぱイカは怖いな。これ上だな。上からだな。上から行きましょう。危なーい。これ下がって、ジャンプして、オッケー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 。俺最近プールで泳いでるからさ、マリオの泳ぎもなんとか楽々操作。おー、完璧完璧。8級のがなんなら簡単な気がする。まあ、さっきのあの P スイッチっていうか、オンオフスイッチは自分のミスで落ちちゃったんですけどね。7級。まあ、言うてまだ7級でしょ。おぉ、これ動くやつか。下、地面が動くやつか。落ちないようにしっかりついていかないとね。浮き輪邪魔だな。浮き輪怖いな。これ先行っちゃっていいのかな？足場動いてくるから先行っちゃおっか。やばい。いや、待って、危ない。あ、危ない。まあ、行き過ぎた、行き過ぎた。パタパタ、別に乗る必要ないか。緑のと一緒に行こう。
危ない危ない危ない。で、これ別に上行く必要ないよね。降りてくるだけ？上は無視かな？まあ、とりあえず落ちないようになんで乗っときましょうか。ああ、怖い、キラー怖い。なんか動くの遅いね、この緑の足場。ああ、これはこっちかな？下降りて、お茶濁して、これ上からか。あ、別に下からでも行けたか。なんか簡単じゃない？救急の方が難しかった気がするんだけど。まあ、引っ掛けなんだけど、何度も言うけど。引っ掛けなんだ。あ、中間じゃん。中間取りました。で、上戻っちゃっていいのか。あ、戻れなくなってんのか。下からかな。わー、浮きはちょっとめんどくせえ。これ、パタパタに当たっちゃいそう。よし、これめんどくせえ。あー、危ねえ。オッケー、しっかり倒していく。もう一人。あー、倒せなかった。やべ。で、コーラ危ない。え、これ上から行っちゃったけど、下からでもいい。あー、待って、当たっちゃった。もう。いや、中間取っといてよかったですね。これは気をつけないとめちゃくちゃジャンプするんで。やばい。下からでもいい？下からでいっか。下から行こう。下から行けるのか、果たして。どっか経由すれば行ける？壁に当たったらいけるとか。無理。あ、無理かも。無理くさい。無理くさい。下から無理くさい。マリオが暴れてる。ダンスしてる。いや、これ下から無理くさくない？あ、ダメだな。もう一回戻さなきゃ。戻ってきた。で、コーラに当たらないように、コーラが変なとこ行って、安全を確認してから行く。オッケー。で、ここ落ちちゃうと、戻されちゃうから。あー、もうそうなんだよ。ここ落ちちゃうと戻されちゃう。今。で、ここね。オッケー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 、行けた。キラーも危ない。あー、キラー危ない言ったそばから死んだよ。オッケー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 。で、このキラー避け、あ、オッケー、倒した。で、このパタパタも当たんないようにしないと。よし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 。で、で、これ、クレーン、UFO キャッチャー、これ、名称なんていうのかわからないんですけど、クレーン乗って、オッケーオッケーオッケー、これ苦手なんだよね。時々なんか掴めないことあって。あ、危ない、あ、ばばばばよかった、何もなかった。よかった。別に死ぬわけじゃなかったのか。今何に当たった？パタパタかな？じゃあキラーに当たっちゃったのか。キラーに邪魔されちゃったね。オッケーオッケーオッケー、クリアしました。7級かな？ 7 級クリア。いや、意外と浮き輪のとこがね、時間かかっちゃったね。マリオ検定6級。今回お化け屋敷ですね。多分謎解きだと思いますが。まずはキノコを取っていく。しっかり取りました。まあ、土管の中入っちゃっていいのかな？まあ、検定っていうくらいだからいろんなギミックがあるんだよね、きっと。右に矢印あったので、ちょっと右、クラピカ理論で右行きます。このクラピカ理論っていうのは、まあ、ハンターハンターから、クラピカが言ってることが取ってるんですけど、まあ、大した意味はない。あー、戻されちゃったな。なんか戻されちゃったっけ？これなんだ？何があったんだ？一体今何があったんだ？今右手何もなかったんで左行きますか？クラピカ理論ダメだな。おっと？今夜取っとこうか。もしかしたら P スイッチで出る可能性あるからちょっと取っといて。で、今度左のドア入ります。あ、鍵！待って、まだ上ある。まだ上あるぞ。これなんか出てくる？あ、P スイッチ出てきた。やっぱさっきのでよかったんだ。右側は？入れる？あ、入れるだけだ。あ、で、右の旅館から、旅館右の旅館から出てくると。これ P スイッチ持って行っちゃえばいいのかな？一応左に P スイッチを押したら出てくるドアの形のがあったので、行きましょう。危ない、怖い。あ？あ？なんか出てくる？ん？終わり？入る？あ、入れる。何かあるのか。あ、今度左側から出てきた。ん？ P スイッチ関係ないぞ。ここから取りましょう。P スイッチ。はい、ありがとう。で、さっきの左側は意味なかったので、もう完全に右の扉から行きましょうか。鍵も持ってるので、もしかしたら鍵付きドアが来ても大丈夫。ほい。
カルン倒して、ここだね。このブロックが B スイッチを押せば、なくなるから。で、OK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 。待って、この下なんかありそうじゃね？ないか。やばい。やばい、自分の首を絞めるとこだと危ねえ。もしかしたらありそうな気がしたんだけど、なかったか。謎解きだからな、今なんか。え？なんかあるのか？なんもねえじゃん。なんもねえじゃねえか。あ、こっちで合ってますよっていうアピールか。うわー、なんかトール的なやつ。じゃあ奥から行きましょう。コイン。あー、上に行けるやつこれで。上に行けるわ。じゃあこれ意味ない？これ取る必要ない？クリボー。ノコノコ。テレサ。うん、出す必要なかったね。で？右のテレサに当たらずに行けばいいのか。オッケーオッケーオッケー、全然当たってないよ。あの、ギミック的には簡単だね。ただ、謎解きがめんどくさいだっけ。あ、これは、やばい。やばい。オッケー。まあ、いいんじゃないの？マリオ検定5級。さあ、ついに折り返し地点、マリオ検定5級まで来ました。もうすでに4級分クリアしてる。ああ、クラクラちゃった。クリアしてるんですけど。なんかそんな難しくはまだない。まだね、まだ俺いける。あ、これドッスン出してからかな。いなくなった時に、オッケー。うわあ、そうだ、これあったんだ。そうだ、横に来るのあったんだ。この、城？あ、危ない。城怖いね。緊張するね、城。よし、これは、こんばんは。大丈夫。で、これは普通に降りていいんだよね。あ、やばい、危ない。よくできてんなぁ。で、いなくなった時にジャンプしていく。ジャンプしていく。オッケー。待って、左から来る。あ、ジャンプしたら、右から来る。オッケー。左と右分かんなかった。で、これ下行きたいんだけど、あれ？下がった時に行くのかな？これが撃つ時下がるから、このタイミングで行く。いいね。ゴリ押しでもいけるんだけど、どうせなら食らいたくない。ここでジャンプでいくか。ゴリ押し。結局ゴリ押しなんだよな。あ、でも5級クリアしました。ありがとうございます。マリオ検定4級。今回はですね、あれですね、あの、猫ちゃんがいるマリオですね。あ、ちょっとごめん。本当にごめんなさい。マジで下手くそ、今の。で、これは何？ニュースーパーマリオだっけ？ なんか、名称がわかんないんですけど、クリボー走ってくるんだよね。猫は必要ないのかな？あー、走れ！おー、コインもあるじゃん。コインじゃねえや。キノコ。このキャラ知らないんだけど、これなんだ？知らないキャラ多いんだよね、このミツバチとかさ。オッケー。やばい。こっちの人で。危ねえ。何これ？バネじゃないの？あ、バネだ。え、待って。乗ればいいのか。うお。ああ、これ死んじゃうんだ。これ敵なんだ。でも一応バネの役割もあるのか。ね、これ、当たってジャンプした。うー、来てる。危ない。これって踏める。おお、踏める。これは？これ、食らわないで。ジャンプしていく。え、これ、うまくジャンプできないんだけど。あ、行きたいよかった。タイミングか。で、このゴーストなんか当たったら嫌な感じするわ。オッケー、これでいこう。うわ、ボブ危ねえ。うわ危ねえ。宇宙艦来た、ラッキー。当たんなければいける。走れ、マリオ。あーちょっとタイミングがおかしい、今のは。うわ、危ねえ、走れ。マリオ、走れ。んー、ゴール。オッケー。ちょっと謎な生物いっぱいいたけど、ギミック的には簡単だったかな。はい、3球までやってきました。残るものあと3つか。あ、この雲使うやつ、これは時間で消えちゃうから急がなきゃ。うわ、なんかイライロ棒みたいだな、ほんとに。うわ。で、これ乗り換えよっか。上から行こう。うわここを、ちゃんとちょっとタイミング見ないと、ダメだ。オッケー。なあ、別に焦んなくてよかったな、最初。で、ここちゃんとタイミング見ていこう。
ここ。オッケー。で、下から行って、また乗り換える。キラー避けました。危ない。つららが危ない。おし、中間。で、乗り換えて、ファイヤーバー、これ、マジ、ファイヤーバー、これ、イライラ棒だな、ガチで。で、時計かわして、別にそんな難しくないと思うんだ、自分的には。で、乗り換えて、これ、当たらずに行くと。酒ゲーってやつだね、いわゆる。俺、結構こういうの得意なんだけど、今のは狙い撃ちかなぁ。あー、危ない。狙い撃ち気をつけよう。狙い撃ち気をつける。危ない。オッケー。ゴール。簡単。3球まだいける。3球でもいける。ナイス。2球。さあ、2球がやってきました。これは氷のステージだね。ちょっと滑るから気をつけないと。あ、もう勢いでいっちゃうべき、これ。手まり様子をうまく操作すれば。オッケー、つられにやれてない。うまい。で、UFO キャッチャーからのジャンプからの UFO キャッチャー。おし。気をつけないと落ちちゃう。あれ?これはなんだ?掴んでるけど。あ、やっぱ落ちてくる。危ねえ。なんかそんな気がした。落ちてくる気がした。あ、これダメだ。サーチダメだ。危ねえ。UFO キャッチャー。UFO キャッチャーだけど、パタパタ危ないな。オッケー。急げ。危ない。よし、焦るな、俺。あ、やばい。あ、青い。オッケー。で、ジャンプ。あー、危ない。危ない。いけ。いっちゃ。で、ここジャンプしても、あ、走るべき。あー、落ちちゃった。滑って落ちちゃったー。一発クリアが、夢の一発クリアができなかった。2級一発クリアめっちゃかっこいいでしょ。で、ジャンプ。勢いでもいけるね。むしろ勢いあった方がなんか、いい感じじゃない？これ上から行ってみる？上から行く。で、パタパタ気をつけよう。オッケー。あ、これ、気をつけないと。あ、やばい。はい。あ、いや、危ない。え、もうこれ勢いでしょ。危ない。あ、これ止まっちゃダメだ。で、これ青コーラしっかり見て。いや、もうここ、勢いあるよ、勢い。えぇ、ここ勢い。オッケー、走れ。オッケー。最後、タイミングよく UFO キャッチャーで、ここでしょ。オッケー。2球いけた。意外と簡単。いや、上手くなってるのかな、きっと。マリオ検定をやるたびに上手くなってる気がする。マリオ検定1級。さあ、残すとこ1球ラストになりました。意外とね、なんか簡単にクリアするっていうよりかは、マリオ検定をやってたら、上手くなっているのかな?なんかちょろく感じるんだよね。最初の方の方が失敗してた気がするんですよ。これクリボーだな。あ、待って、今のなし。見ないで、今みんな携帯伏せて。今のちょっとなかったことにして。てかクリボーってさ、なんか雑魚キャラ扱いされてるじゃないですか。で、これ1級ってさ、一番難しいよね。クリボーメインなんだね。今まで氷メインとか、ちゃんとテーマがあったと思うんですけど、今回クリボーでさ、これなんだこれ。これクリボーじゃない、なんだ。これよくわかんないです。クリボーでいいのかな。これ知らないな。いやー、やらかしたー。なんか自分のミスで失敗してるけどさ、なんかそんな難しくない気がする。なんかクリボーだから俺舐めてんのかな。舐めてんのかな俺。クリボーのこと。なんかそんな難しい気しないんだよね。サクサクいける気がするんだよ。これしっかり倒せばいけるでしょ、だって。あ、いいね。ここ倒して。あ、これタイミング難しい。落ちてくるから、ここのタイミングがどっかで行く。よし。中間ないのかな?あ、これ絶対土管から出てくる。もう先行ったから大丈夫だった。中間ないし。オッケー。あ、これ絶対出てくる。オッケー。危ない。もうクリア。イエーイ。いや、意外といけた。舐めてていけたわ、クリボーを。てかみんなこれ、面白いし、多分マリオ上手くなるぞ。ぜひやってみてください。